いつも治安が最悪なことで有名なナイトシティ。しかしナイトシティの外に目を向けてもろくでもない場所だらけです。そこで今回はナイトシティ以外の危険がデンジャラスな場所をご紹介します。今回紹介するのは放棄されたネット領域、オールドネットです。オールドネットはかつて世界中をつなげていたワールドワイドネットの総称です。現代でいうところのインターネットですね。なぜオールドと呼ばれているかというと、人が手出しできない領域と化して放棄されたからです。2020年代初頭、第4次企業戦争の最中にあるネットランナーが暗殺されました。彼の名前はレイシー・バートモス。世界最高のネットランナーと呼ばれた人物です。彼はネットにあるウイルスを仕込み、自分が死ぬと起動するように設定していました。このウイルスにより全世界のデータベースが破壊分断されました。さらには自己増殖する殺人 AI も残されており、ネットに接続した人間を無差別に殺し始めました。人類側もこのウイルスと AI に対抗しようと何度も試みましたが、全て失敗。最終的にはオールドネット自体を放棄し、強固な防壁を施して封印しました。こうしてオールドネットは終焉したかに見えましたが、その実はヤバいものに蓋をしただけです。バートモスの AI だけでなく、企業が投入した AI が跋扈しているとも言われていますし、壁の向こうで AI たちは独自の進化を遂げ、壁を越えようとしているという噂もあります。そしてオールドネットには失われたテクノロジーが残っているとも言われています。そのため命知らずのネットランナーが一攫千金を夢見てオールドネットに接続し、寮で脳を焼かれることもしばしばあるようです。余談ですが、アニメのサイバーパンクエッジランナーズにて、ある人物が子供の頃に企業のランナー部隊として不良 AI と戦わされていた話がありましたが、あれは失われたデータを求めてオールドネットに挑まされていたわけですね。生還できただけでも良好だったと言えるでしょう。このように踏み入ればほぼ即死する空間を思えば、ナイトシティの治安は比較的良いのではないでしょうか。そんな治安の良いナイトシティはいつでも皆様のお越しをお待ちしております。